小泉一馬のこいちゃーんというわけで長野県200万こいちゃんファン、いちゃんズの皆さん、こんばんは、小泉一馬でございます。小泉一馬トークチャンネル、いちゃん、今日も行ってみたいと思います。さてね、その後、やはりのこの話題避けて通りま、通れないですね。熊本自身が、 4月の14日発生いたしまして本当にね被災した皆さんお気の毒かと思いますあのこ、ー、この場をお借りしましてお見舞い申し上げたいと思いますでねあのー、小泉もね普段の地震の備えどうなのかって言われるとねちょっとね必ずしも十分ですって小泉家大丈夫ですそういうふうに言えないところもあるんだけれどもこれを機会にやっぱりね全国の自治体小泉家も含めて やっぱり見直していくべき件が、ね、あるんじゃないかなと思いますね。でね、あのー、5月になりましてそろそろ、ね、熊本自身もなんていうんですか問題点反省点というのが見えてきたようで、まあ、こんなねこんな記事「知名前新聞5月14日」昨日の記事ですけどねこんなのも出てきました。でこれねあの自主防災揺らいだ熊本。 で自分の見守るのが精一杯、組織あっても機能せずリーダーの育成不可欠だなんて言ってね要するにね自主防災組織っていうものを作っておいたんだけれども機能しなかったよねっていうお話がね出てきてしまったみたいなんですね。でねあの長野市はどうなのかってねじゃあか振り返って考えてみると。 これねこれあの皆さん以前これ「いちゃん」でも出しました「いちゃん」とつは覚えてると思いますけれども孤立可能性集落っていうのがね長野市にはなんと475もあるっていうお話地震風水害土砂災害があった時に外部との連絡が遮断されてしまうそういった孤立が懸念される可能性のある集落が475も長野市内にあって。 これはなんと全国トップクラスっていうお話ねさせていただきましたどこでこれもねあのー、あれですよ孤立の接集落475あ275でしたすいません275集落あってこんだけあるっていう話ね以前させていただいたこともありますけれどもでその時国から情報公募もらって、あのー、公表されてない情報を出しましたでその時ね あのー、これは困ったことだよなと思いながら見てた数字がやはりね自主防災組織これ100%なんですよ長野市ここに100%って書いてあります長野市はこれはあの孤立可能性集落に限った話であるけどその中で自主防災組織100%できている全国78.8%だから,全国だからこれ長野市ねエヴァっていいところだと思うんですだけどね避難計画が 0で受援計画受援っていうのはあのー、受ける支援の円と書いて受援計画それが0.0%で避難計画受援計画全くできていない孤立が想定される地域においてもそれが長野市のね実態なんですよねこれねだけど避難計画受援計画できている人 うんその孤立可能性集落全国的に見ても少ないんだけれどもただねやっぱりこの熊本のお話自主防災組織があったけど機能しなかったで考えてみればねそのお話はね上白断,断層地震の時も長野市で被害が出た地域でねそんなことをねちょっと小泉聞いたことがあるでやっぱりここをねしっかりしっかり 形だけではなくてね、紙の上だけではなくて、機能する、そういった団体集団にしていかなくてはいけないなと小泉一真ね、改めて思いました。でね、あのー、ちょっと前までね、震度7なんていう地震来るわけねえじゃねえかって思ってた。東北大震災が来るまではね。で、震度7、震度6なんて言うと、この、いつの話だやみたいなふうに小泉は思ってましたけれども、今やね、 東日本大震災があって、その時、北信濃のね、地震もありましたよね。それから、えー、上白断層地震が来て、で、今度は熊本地震でしょ。で、今や、そういったね、断層型、直下型の地震では、っていうのは、どこでも起こりるっていうのは、もう本当にはっきりしてきちゃって。で、これはね、長野県が作った災害想定、 マップなんですけど、これはね、糸魚川静岡構造線って聞いたことありますよね。糸魚川静岡構造線の断層が全部が連動して地震になっちゃったら最大被害こうなっちゃうっていう。この赤いところはね、震度7ですよ。真っ赤か。この辺長野市ですよね。で、これをね、真剣に想定して取り組んでいく必要があるよなって。 改めて、熊本地震で考えました。小泉ね、あの、災害のね、質問っていう、災害をね、備えていかなきゃいけないっていう質問、今までも、たびたびさせていただいております。今回の熊本地震を受けて、改めて、議会が、市民の皆様の生命安全を守っていく、その役割を果たしていかなくてはいけないな、という思いを、新たにいたしました。今後もね、議会で発言させていただきたいと思います。小泉和馬でした。 ありがとうございます